白は一泣きしませんでしたね。大いの白を一泣きしなかった鈴木達也の手配これね。はい、あの五、ー、なら必ず泣いてますよね。そうですね。この白泣,泣きますね。まあこれシャア打って、えー、まあねあの白が出たらシブシブ二枚目泣いて石橋から出るでしょうから。まあ千五百の可能性も含みながら攻めていくでしょうね。うん、なのであのピンズと ワンズをいたんですけどねさあそろそろ各社最終戦に照準を合わせてきているまあこれで白かなあ切らない,い,かないだから石橋ねちょっと打ち方ね変えてますよね本当にいい打ち方になってますね安定感があるな あそこで白打っちゃうとちょっと防御力がスッと一瞬にして下がってしまうんで、やっぱ白なるべく引っ張っておきたいですよね。そうそうそう,そうそうそう。はい、泣かせないと思って切らないわけじゃないですかね。けかけじゃないと思います、ね、あの手の、えー、あの手配全体のバランスの安定感ね。そうですね。攻撃力と守備力のバランスの取り方が本当上手ですもんね、えー。いつでも押し返せるような手構えにしてるんでね。はい。相手から攻められても。リヤンス。 ああ、ドラ。ドラになりましたよ。これ、総ずり、染めに行きますね。達也は。行きますね。だから、この石橋の白を抱えてくれて、あいいシャンテンだ。一日三の。これ四万売って。はい。あの、日差しは考えないで、四万売って。はい。パワン引いたら。あの、ちゃんた系にね。あ、ここで白でしょう。さすがに白ですね。さすがに。 はい。これがね、ねナイスタイミングなんですね。すねナイスタイミング。これはさすがにパワーワンでしょう。総めに行くのか行きましたね。本一はい白一通トラン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 。でも今のさ、パワーワン打たない人もいるんじゃないですか。まあリアウンパーソートリ、ね、アウンパーソーが強いからパワーワンポンテンのねはい、はい、ポンテンとリアウンパーソーの方がいいよっていでも親羽根ですよ。 でもさ上がりやすそうじゃないですかパワーワン残しといたのはうんでもスピードがスピードがついてきますからねッパでだってリアンソパーソだって別に食えない範囲じゃないから端によっててうんいいじゃないですか最後のリアンソパーソがいいじゃないですかパワーンポンできる保証はどこにあるんで0保証すパワーワンポンできる保証あり100年保証がついてますパワーワンできるはリーチだリーチだリーチだ 多いのリーチだリーチだまあリアンソをね山にありますね勝也 <coughs>、ね、も欲しい牌ですからねはい一枚川に出たり。山さんですねはいかあこれねあー,あー<山>すごいいたねここからは出ない出ないですゴーは打たないです何打つんですか急ピン急走でしょうか急走か現物ね、うん、現物あと数腕も現物ありますし これで本来ならパワー1飛んであ本当だほらこれでロンっこれパでいいでしょほら本当だね僕も現実を知ってるおじさん100年保証できてるね僕も意外とリアリストなんでねはあこんなピンチにならないでならないで本一好きなんですけどねでもこれは今のケースはやっぱりいい層9層落としてましたかパワーワンだ 子供だ子,供だ子供でもやっぱりザンクでいいですつまんねえ男だな <laughs> あそうでしょ,そうでしょよく言われますよだだつまんないって何だそれもう37年間つまんなさで売ってきたの <laughs> い,やいやいやいや三十37年のリアルですよねリアルとホープのこの間間はいいんです間をどう取るかがこのマージャンっていうゲームじゃないですか <laughs> なるほどねえー、リアルといい僕には僕には今のはねちょっと現実タイプの 形だと思ったんですよこれはチュンも切りますこれどうなんだろう達也ねチュンも突っ張って急走の安全牌切らないでね受け広く構えてますよねソウズ引くかなアリアンソかパーソーどうでしょうかトウ引いちゃったりして全部いくでしょうからね

五なんか絶対出さないよねテンパらないですよこの点テンパりもしないか、ね、<laughs> さあここにパーソーまあやめますよね完全にねパーソーですら行かないね、はいはい、ということはぐなんか達也ヤトンがあんこならない限りテンパりしそうにないけどな大丈夫かなあリアンソーがあるのかあそうかそうか アンソが二枚残ってるんだそのの、うん。そのものがあるからね。あ、そうかそうかそうか。うあれ一から九まで何引いても天牌なの？達也の手はどうなの？四あ全部天牌ですね。そう。そうですね。ええ、はい。五だけダメなんだ。風象だけダメなんだ。<laughs> うん一風象以外の操は全部天牌。なるほど。はい。 アンドトンですね。さあ、テンパ入るか。はい。相1図 <laughs> 一枚引かない。じゃ、ね、そろそろ妥協したくなるんだけれども、急所切らない方がいいですよ。四万ぐらいは切れそうでしょうか。ええー、万ぐらい切れそうですよ。ーいやー、ひよらない方がいいと思う。あ、切ったね。うん、よかった、よかった。これはだけど、達也テンパ入りそうだな、でも終盤。 一枚はソース引きますよね。一枚は引きますよ。一枚引きますね。大丈夫ですよ。大丈夫です天配は入りますよ。さあ山が残り少なくなってきました。ボンはねなんかイメージでトン引きそうなんですけどね。トン引きそう。うん。天配入るか。ああ入りました。入りました。同じ町でした。同じ町だ。うわ。さあカーメントが残り。うわこれ面白いですね。 引いいね。リーチ三色帯白六千オールですよ。達也、ね、あれにトン引いたらどうするんだろう。ああもしかなくてよかった。いやこれ六千オールですよ。うわー。うん、うわー。うわー。うさあ達也残りツも番はまさか二人とも同じ町だと思ってないですよねこれね <laughs> まさかね。三、うん、色対一通ですよ。 カンディアンア対決すごいねこれはやっぱさ大したもんだね。 こんな5棒抜きですよ5を刺すどころがトップ目ですよもう。え5パーズ上がってる場合じゃなかったんだね <laughs> やっぱ僕はつまらないマージャン打ってましたよ <laughs> そうだよやっぱ達也のマージャンが正しいんだねそうなんですファ,ファンタジスターファンタジスターマージャンシリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます、えー、マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしていますぜひ、えー、チャンネル登録、えー、高評価ツイッターのフォローなどよろしくお願いします